メンデレス川とハンチャラルバシメンデレス川、コメマイアンドロスは、トルコ南部の川。トルコにはもう一つ同盟のメンデレス川があり、本記事の川を、オーメンデレス川、もう一つの川を、ショーメンデレス川と呼ぶことも多い。流れのあちこちが蛇行しており、エータンゴメアンダーはこの川の名に由来する。トルコ中央部の西側、ディナル付近を水源とする。イシュクルコを出て蛇行しながら、 西方向に流れ、アドゥギュゼルダムに入る。このダムでハマム川と合流する。ダムを出るとさらに西に流れてチュリュクス川と合流し、さらにダンダラス川、アクチャイ川、チュメ川、チャムルルールジャー川、サル川、チャミチ魚流川と合流して、最終的には古代イオニアのミレトス付近で、エーゲ海に注ぐ。メンデレス川は、アナトリア半島で古代にイオニア人が住んでいた。 カリア地方を流れていた川として、マイアンドロス川の名で有名である。早くも、ヘシオドスの、新透期に、名前が見え、トロイア戦争について歌った、ホメロスの女子詩イリアスでもミレトス氏と共に登場する。メンデレス川は、エイリス地方のアルペオス川と共に神話に登場する。メンデレス川の流れは複雑であり、古代、その源流について議論があった。 古代ギリシアのヘロドトスはその源流がフリギアの都市ケライ内イ付近にあると説明しており、クセノポンはその流れがキュロスの公園の泉から発していると説明している。ストラボンは源泉がマルシュアース川と同じ場所であると説明している。クセノポンとストラボンの解説には矛盾があり、クセノポンはマルシュアース川とは水源が近いだけだと論じている。 古代ローマのプリニウスはまた別の説をとっており、メアンドロス川の源泉はオーロクレン山の湖にあると述べている。19世紀イギリスのウィリアム・リークはこれらの説に対し、メアンドロス川とマルシュアース川の源泉は共にオーロクレン山にあるが、その発するところはオーロクレン山6陸の異なる湖であると解説している。メンデルス川口からの堆積物により埋まる。 古代のミレトス湾、メンデレス川は、非常に屈曲していることで昔から知られており、ヘ士シオドス、パウサニアス、オビディウス、リウイウス、セネカなどが著作で、その点に触れている。プリニウスが古代ギリシア時代の流れを解説している。それによると、大まかには、メソギスの南部を南西方向に進むというものであった。トリポリスの南方でライカス川と合流し、 流れが大きくなる。カルラの付近でフィリジアカラカリアへと入り、メアンドリアンヒラノで流れの蛇行が大きくなる。最終的には、プリエネとミウスの間で、エーゲ海のイカロス湾に注ぐ。この場所は、ミレトスの都市イオニアからもわずか10スタージアの距離であったと説明されている。また、その支流は、北部では、オーギュズ、マルシアス、クラドラス、レーテウス、 外村などがあり、南部では、アブライマズ、ライイクス、ハルパサス、マルシュアスなどがあった。メンデルス川は、川幅が狭く、水深が深く、川幅と水深が同じくらいであった。また、その流れには、多くの泥が含まれていたため、往来できるのは小舟に限られていた。洪水となることも多く、 その時に流れ出る泥が沖合20から30、スタディオンまでを埋めて、小島と陸地がつながることもあったという。ありがとうございます。